女の子の一人キャンプなんて珍しいね。この辺に他にテント張れるような場所をご存じないですか？打ち来ますか？すごく猛烈に一人になりたくなるんです。誰にもそういう感覚ってあって普通なんじゃないかな。こうやってあなたの過去がどんどん溜まってきちゃうんですけど、うちに一つのことをさ、淡々とこう真面目に続けてるって美しいなって。山彦さん。あら、こんにちは。こんにちは。人も移ろっていくっていうか、きっと自分がいなくなれば新しい人が新鮮な野菜を運ぶんだろうなって。来ちゃった。おまちゃん、よくこうやって歩いたね。また会えるかな。うん、いつかは。久しぶりだね。お母さん毎年冬にここ来るの楽しみにしてたな。ヤマメさ、ここに住まない？え？ジェンコさんは？ペンションメッツァ、毎週金曜深夜0時。